社長教育専門税理士の坂田です。人件費を削れば業績が上がる、そんなことを聞いたりとか、もしくはね、言われてる社長さんがいるかもしれません。でも本当にそうなんでしょうか？それをやることによって業績が下がってくる、そんな可能性があります。まあ、なんでそういう可能性があるのか、じゃあどうしていけばいいのか、そのあたりについて今日はお話をしていきますので、ぜひ最後まで、ね、見ていただいて、皆さんの経営の参考にしてください。こちらが今日の目次になっております。まあね、いろんな場面、コンサルさんとか税理士さんとかに、ね、皆さんが、いや、うちの会社ね、なかなか利益出ないんですよ、どうしたらいいですかねって聞いてね、コンサルとか、いや、原価って抑えられますか？いや、原価はね、抑えられないんだよな。もうこれが結構限界なんですよね。そうですか。そしたら、そうですね、人件費を削るしかないですね。あなたの会社の人件費は、他の会社よりも少し高くなってますし、そもそも人件費の割合が結構高いんですよ。だからもしね、人件費1割でも削れば、そのまま利益になりますから、かなり利益は上がりますよ。なるほど、確かにそれだったらすぐできるかもしれないと思うかもしれないんですけども、確かに間違いじゃないですよ。人件費を削減したら、その分利益が増える、それは間違いじゃないです。ただし忙しくなるんですよね。忙しくなるのに、給料が上がらないとか、給料が減っちゃったって従業員さんたちは、あの人クビになったしな、今度私クビになるかもしれない、今のうちに他の会社探しとこうかなね、インディードとかやり始めるんですよ。それとか、いや、そもそもうちの会社潰れちゃうかもしれない、今のうちに他の仕事探そう、もし他の仕事を探さなかったとしても、いや、こんな忙しくなったのに給料変わんない、しかもボーナス減ったよね、やる気をなくしちゃうだね、いろんな商品の質が落ちちゃったりとか、サービスの質が落ちちゃったりとか、営業がちゃんと回らなくなっちゃった、今まで10件回ってたのを8件ぐらい回っていいにしえみたいななってきた、最終的にいけば業績は下がってるわけです。本当、会社っていうのは人によって成り立ってるわけなんですよね。だ、その人たちが、ね、全員えいえいおーと頑張ってるのか、それとも頑張ったところで給料上がんねえし、クビにされちゃうかもしんねえし、そもそも会社潰れちゃうかもしんねえからなーって言ってる会社と、どっちが業績上がっていくかって話なんですよね。今ね、人件費を下げなきゃっていう風な見方をしてるんですけど、どこに注目したかというと、労働分配率っていうのに注目してます。労働分配率っていうのは、人件費割る粗利で出ます。これでいくと、400割る600で 66% と。いや、結構粗利のうち、ほとんど人件費割いてんなというところが目につくわけですよ。で、労働分配率っていうのはね、粗利をどれだけ人件費に当てたかっていう見方なんですけども、ね、似てるんですけど、ちょっと違うのが労働生産性っていうのがあります。で、労働生産性っていうのは粗利を労働人数とかで割るんです。で、これは粗利に注目してるんですね。でもし従業員が10人だったら、この表でいくと600割る10人で、1人につき60の粗利を稼いでるっていう見方になるんですよ。で、この労働生産性っていうのに注目したら、いかにこの粗利を上げるかってことを考えてやった方がいいんですよ。で、労働分配率を下げるってことは、労働生産性を上げれば労働分配率を下げることはできるんですけど、労働分配率っていうのに注目すると、多分見るところってやっぱ人件費をどう削るかなんですよ。で、生産性っていうと、着目するときに粗利をどれぐらい上げるか、同じ人件費でどれだけ粗利を上げれるかっていう風に見るっていうのは見方の違いになってくると思います。だからまず最初にやんなきゃいけないのは、ね、人件費を削るんじゃなくて労働生産性を上げるんですよ。で、労働生産性を上げるっていうのは、ただ単に原価を下げるとか仕入れの値段を下げるとか、それだけじゃないんですよね。例えばね、いろんな商品があるとしたら、その商品構成で粗利が高い商品もあるし、粗利が低い商品もあるわけです。だ、この商品構成の売り方を変える、どの商品を多く売っていくかっていう、これをちゃんと戦略的に練るってことね。これ販売戦略ですけど、それをしっかりやるってこと。それと、そもそも今の商品自体だと粗利が悪くなってきて、
それ今までやってた時粗利は良かったと、でもいろんな似たような商品が出てきて粗利が下がってる、競争になっちゃって粗利が下がってるとかなっちゃってるんだとしたら、そもそもその商品でも終わりの時期なんだよ。商品っていうのは4つのサイクルがあって、ね、最初ね始まった時でだんだんお金になるものになって、で最後は衰退していくみたいな流れがあるんだけども、買い叩かれてきたってことはもう明らかにその商品のもう衰退期なの。だから新しいもっと粗利が出せるような商品を作っていかなきゃいけない。でそのためにはお客さんが何を求めてるかってことをちゃんとマーケティングして、どんな商品を作っていくんだとか、どんなサービスを作っていくんだっていうことをしっかりやっていかなきゃいけないわけね。でそこってやっぱ社長の仕事なんですよね。それをしっかりやると粗利が増えていく。そうすると労働生産性っていうのは当然上がる。で労働分配率っていうのは自動的に下がるんですよ。ね、粗利が上がって人件費が変わらない、もしくは人件費ちょっと上がったとしても粗利がそれ以上に上がってれば労働分配率っていうのは下がっていくわけですよ。おのずと粗利のうちの人件費っていうのは割合は低くなる。だからいかに労働生産性を上げるかって考えることが社長の一番の仕事なんですよね。まあ、大きな会社だったらマーケティング部門とかがあってその辺も考えてくれるかもしれないけども、中小企業に関してはマーケティングができる社員がね入るなんてことほぼないんですよ。だからそれはやっぱ社長がやるしかない。だからまずはそこを考えて、労働生産性を上げるってことを考えてください。動画とかもまあ参考にして見ていただければと思うんですけども、今度はね、人件費のところなんですけども、教育とかもねしっかりしていくと。今さっき言ったようにみんなが AAO してる会社と、みんながめんどくせえなー、いっかー適当でって言ってる会社と、どっちがね伸びていくかっていうのは AAO なんですよ。で AAO だし、でその人たちの能力が高い方が伸びていくわけですよね。だからやっぱそこに教育っていうのはしていかなきゃいけない。で人件費を下げるんじゃなくて生産性が上がるように教育をしていくってことが大事なんですよ。じゃあどんな教育をしていくかっていうと、ね、マインドとスキルの教育って大きく分けたらこの2つになるんです。マインドっていうのは考え方とか思考とかですよ。でスキルっていうのは技術ですよね。営業技術とか、まあ、そういったね、そもそも製品を作る技術とかそういった教育。じゃあどっちをね先にやったらいいのか、これはね絶対にマインドから先にやる。なんでかって言ったら、やる気ない人にね10万とか20万の講座払ってセミナーとか行かしたって何にも身につけて帰ってこないですよ。なんか寝てたとかねありますよ。僕いろんなセミナーとか出たりとか したりとかね、あとは従業員さんとか出るようなセミナーもね行ってみたりとか、寝てる人とか結構いますからね。だそれはもうねマインドができてないからですよ。で同じことを教えたって、ね、できる人とできない人がいたりする。でそれはほとんどはそれをしっかりと学ぼうと思ってる気があるかどうか、それを学んだものをしっかり生かそうと思ってる気があるかどうかですよ。そうなってくるとマインドがないといくらスキルの教育やったってなかなか伸びないんですよ。伸びる下地がないわけだから、まずはねマインド教育をしっかりやっていかなきゃいけないわけ。思考が変えれば言葉が変わる、言葉が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば性格が変わる、性格が変われば運命が変わるってありますけども、そこ思考が変わっていかないといくら教育したところで意味がない。じゃあマインド教育ってどうしていけばいいのと。でマインド教育は基本的には社内で行うものです、ね、外部の人がどれだけこんなマインドでいきましょうって言ってて、誰だみたいな、別にこんなん受けたくないし、なんでマインドをこうしなきゃいけないってあんたに言われなきゃいけないのって思ってきますよ社員は。だからマインド教育っていうのは社内で行わなきゃいけないし、まず最初にトップから見せていくっていうのがすごい大事なんです。もう社長がしっかりと社長の仕事をする、どういう方向で私たちはこういう目的を持ってる、理念があると、人を幸せにする会社であるというのをしっかりと見せつけるんですよね。でそれを社長が必死にやってたらだんだんそれに感化されてくる人が当然いるわけですよ。これ巻き込み力ですよ、いわゆる巻き込み力があるかどうか。でそれはやっぱその姿勢が一番問われるわけなんですよね。いろんな人いますよ、融資でねお金がどうしても足りないって時に何とかしてくださいよって言ってくるだけの人、で自分は何もせずに何とかしてくれよって言ってくるだけの人にやっぱ力貸してって思わないんですよね。やっぱりすごい頑張って何とか融資を銀行に行っていろんな説明をしながら、それでもうまくいかないから何とかしてくださいっていう人だったら何とかしてあげようって思ったりするわけですよ。
で、そういう自分たちの姿勢、社長の姿勢っていうのをしっかりと見せることによってだんだん従業員も感化されていくっていうのと、もう一つは経営計画に自分たちの会社どういうマインドが大事だよってことをしっかりとね入れていくってことですよね、経営計画書に。で、それをやっぱみんなで共有して、私たちはこういうマインドになんなきゃいけないなっていうのをね、うちの会社ってこういう会社だよねっていうようなものをしっかりしていかなきゃいけない、そこはやっぱ大事なんです。で、あともう一つが給料をしっかり払うってことですよ。結構多くの会社が従業員に本当に低い給料しか渡してないのに経営者感覚を身につけろとかって言うんですよ。そんな低い給料の人は経営者感覚が身につくわけないじゃないですか。別に経営者と同じ給料払えってわけじゃないですよ。負ってるリスクも全然違うんだから、そんな払う必要はないけれども、頑張ってる人は給料上げてあげるとか、業績が上がったらボーナスを出してあげるとか、でそういうことをしっかりとね、していくってことが大事なんです。で、給料がずっと上がんない、頑張っても上がんないと思ったらみんな頑張んないですよ。でも頑張って会社を良くしていけば自分たちの給料も上がっていくんだと、自分たちの居場所を自分たちで作れるんだと思っていけば、それはみんなのモチベーションだって上がっていくし、マインドだって上がっていくし、自分たちも頑張ろうと思っていくんですよね。で、そうやってマインドを育てた後にまたスキルの教育っていうのをいろんな外のね研修とかセミナーとか行って自分たちのかなりスキルをねどんどん取り入れると、まあ、そういうことをしていくっていうのがやっぱ本来あるべき姿なんだと思います。で、最後まとめになるんですけども、まあ、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、敵は敵なりというね、これ武田信玄が言ってた言葉ですけども、まあ、これまさにこれですよね、今話したことって、ね、人は城、これは人が守りの要であって、ね、で情けは味方を作るし、敵の敵ばっか作ってたら最終的にはどんどん敵が増えてやられちゃうと。で、会社もそうで、ね、人はその会社の守りである、その人がいるおかげで会社は成り立ってるわけですから、この人っていうのを簡単に削るってことは自分の城を削ってるようなもんですよ。ね、情けは味方ですから、しっかりと、ね、その人たちにお給料をあげると、ね、頑張ってる人はちょっと無理してでもあげてあげると、そういうことをすることによって味方がどんどん増えるわけですね。逆にリストラなんかしてっちゃったら、敵は敵なりですよ、もう敵ばっかりになっちゃう周りが、そしたら潰れちゃうわけですよね。その会社の悪い噂も立つし、不満もたまるしってことで、やっぱりね、人件費をカットするんじゃなくて生産性を上げるためにまずは粗利をね考える、マーケティングをして粗利を稼ぎながら、そして社員を教育していく、まずはマインドから教育していく、そしてスキルを身につけさせると、そういった流れ、それが一番大事なんだと思います。皆さんの会社でもぜひ実践していただけたらなと思います。今日はここまでご覧いただきありがとうございました。またこういったねお話もしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あとね、インスタの方は何度もね見返せるように保存とかもねしていただければと思いますので、またよろしくお願いします。